ことグラビアアイドルの倉持優香です。よろしくお願いいたします。今回新たに作るゲーミングチームは G スターゲーミングというゲーミングチームとなります。こちら名前の由来というのは何なんでしょうか。はい、私の所属している、はい、芸能事務所が G スタープロという芸能事務所なので、そこが作るチームなので、はい、そのままゲーミング G スターゲーミングっていうチーム名となりました。日本の e スポーツブームの流れからいろんな芸能事務所さんが e スポーツチームをどんどん作り始めたんですね。それで私もそうですし、事務所の後輩の水沢優乃とかも含めて、うちの事務所で結構ゲームのお仕事をいただくことが多かったので、うちの事務所でも作ろうっていうことになりまして、メンバーの方いらっしゃるんですけど、メンバーどのように選ばれたんですか。メンバーをですね、はい、応募総数100人超えだったんですよ。100人以上すごいですね。はい、デビューさんというオーディションサイトで告知をさせていただいたら、100人以上のゲーム好きな女子たちが募集応募してくださって、それでお盆休み返上して、もう1日8時間かけていっぱい面接して選びました。8時間も、はい、もう1日がかりで。そうですね、はい、100人以上見るの大変だったんじゃないですか。めちゃくちゃいい子がいて、はい、はい、やっぱそのゲーム好きな子はもちろんなんですけれども、やっぱこう個性がある子というか、いろんなゲーミングチームがあるので、そのなんかこうちょっと変わった子を集めたりしたいなと思って、他のチームとも差別化を生み出したいなと思いました。でただゲームが好きなだけじゃなくて個性もあるということで、そうですね、もう、はい、肩書きがあるというか、通訳ができますだったり、絵がこの急にめちゃくちゃ上手いですだったりとか、もう JK ですとか、なんかこう個性的なものがある子を選びました、まあ、この後メンバー登場しますからね、はい、もういよいよ楽しみになってきたんですけれども、じゃあ最後にですね、今後どのようなチームにしていきたいか、そしてどのような活動をしていきたいかというところを教えてください。はい、他のプロゲーミングチームと違って、その今の現時点でガチガチにプロ級に上手くなってもいいというふうに考えてメンバーを集めて、そのメディアの皆さんだったりファンの皆さんのお力で一から育てていく、一種の育成ゲーム的なゲーミングチームになったらいいなと思っております。なので今日のお披露目が第一歩なので、皆さんのお力でぜひこのゲーミングチームを育てていってください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。めちゃくちゃワクワクしましたさあ、ここからはですね、はい、皆さんもね、このメンバーのやっぱ実力を実際見てみたいんじゃないかなということで、エキシビジョンマッチを開催したいと思います。はい、ということで今回使用しますゲームはこちら、ストリートファイター5アーケードエディションです。お願いいたします。頑張って勝てるように頑張りたいと思いますお願いします。はい、お願いします。盛り上がっていきましょう。新キャラですね、ルシアさん。もうすぐいきなり新キャラを、もう先月出たキャラクターですね。ルシアはかなり、リーチは短いんですが火力が高いというキャラクターですよね。そうですね、トリガーとかも含めると本当に火力が出るんで、トリガーを使わせないで倒せるといいのかなっていう。LP12000 と言っていたこのウェルプレイド代表朝尾又のボレー、このルシアが本物らしいのに対して、おっと先手を取ったのは左は本物らしいのだ。しかしあっという間に画面端に追いつかれるが、空対空を見せる。さらに逃げたい。さあピンチになるのはこのスリートファイター5、右側左側の端っこに行くと画面端になってしまうんですよね。重い体育で、ここも空対空、相手を寄せつけない動きでどうにかターンを取ろうとしているが、それでもやはり強力なサブキャラクターを使いこなすウェルプレイド代表容赦ないぞ。このちょっとちょっとウェルプレイドさん、どういうことですか。ウェルプレイドさん、画面端から出たい。ここからダメージを取られてしまった。ここも後ろから来る。あっという間にさ、本当に容赦がない。フルコンボだ。さらには超大技、ピンチカルラップ。ちょっとどうか、本当にボンボ絶対ですね。ゲージは光ってなるぞ。ゲージを使いボンボ、ファイナルボンボ。さあ、声を発動。ユサル、竜巻を起こして逆転を動かせるか。右下から前に出る。画面端と突っ、小悪魔アテコンデザイナーシオンのジュリー、対するはゲームウォッチ若すぎ動き、盛り上がっていきましょう。頑張れ。さあ、こちらシオン選手はね、アテコンデザイナーと言われているより、自分のアテコンをかなりカスタムする選手。そうですね、あのスピアとかでもそれを持ってきてやったりとか、はい、自分のオリジナルアテコン、そして
ボタン、そしてレバーの色までもコーティングしているかなり特徴的な選手です。クルーズ選手はね、他のアゲコンのクルーズ選手は、みんなのもう一個遅く入って、さあいきなり飛び落とすのはシオンの順位。対してこの芸能人若月の動きはどうだ。前に出るのは若月、波動拳を打って、その通りにかしらに、しかし、もう一度回転から、飛び落とし、フルーツコンボ、シオンの樹里が前に出る、若槻は一旦これには免許だったか、裏から、ここは若槻のキックがヒット、いい勝負だぞ、これ、そうですね、これ、かなりいい勝負だ、さあ、ダメ端に押し込まれてしまった、これはキック、あっという間に脱出、それが倒れてる、そして、動きを見せる、フルーツコンボ発動、対して若槻のトリガーは発動。どうか昇竜でさらに攻めを続けます。ここまではですね、そして相手の技を追う攻撃で、まずラウンド選手は若杉の動き、さあどうですかフードさん。そうですね、やっぱ波動にジャンプがさっきから披露してるんで、それがすごいいいのかなって。飛びはやっぱちょっと押されちゃいましたけど、披露してる印象がありますね。一発倒せばかなりでかいのがこのジャンプ攻撃と呼ばれるストリートファイター5特徴的な技。対して若槻も勝利を見せ始めました。さあ裏、裏から行く、押し込まれたが、それでも技をヒットさせる。後ろにはゲージモールが、左下、赤いゲージモールが光っている。さあどうする、ここは取り逃してくる、これ美味しいですね、入ってトリガー吐けるから。無理やりトリガーを発動するのは、シクロンの次、フリーズエンジン、ギアが上がってきた。ここはまたもや V リバーサル、ガードキャンセルで相手のセットをいなします。若槻右下左下両者、右下のアプローチヒット、これは当たらない、このまま出し切るクリスチャンス、ガードキャンセルで封鎖し、これだけ発見見せたる。さあここ逃さない、生きてるよ、下段から行く、シオン分からない、まだ分かんないよ、やってよやってよ、ダウンドを取り返したのはシーサーゲーミング、シオンの主力、頑張れー。これは上がってきてますね。そうですね、お互いあの緊張がすごい伝わってくる内容で、いいよ、それが入っている、ここもしっかりリターンが高い。さあしかしその時に対しては昇竜拳、最強技で分かる当然、あ、美味しい一旦様子見、オッケーか、最後しっかりね、そうですね、シオン中にしっかり上を見ています。鳥が溜まったよ、鳥が溜まりましたよ、鳥が溜まりましたよ。さあ、クルード選手、解説のクルード選手が、セットのクルード選手になっている、いい後ろから、フリースルー、まだセットの体力リードは、シオンの首位だ、こうするように、鳥が溜まったよ、スノー若槻、さあ、ピンチだ、どうする、シオン、どうする、変身技、フロー、バーッて、オーディオフォーミスになる、どうだ、中段ガード、すごい、いい勝負、お互い、体力残りますか。一旦距離を離します。ここはいい逆き足元から来た、勝ち取ったのはゲームウォッチ若杉豪樹、お見事、めちゃくちゃいい勝負でしたね、手に汗握りましたね。はい、では次の対戦はマイナビニュースさんです。マイナビニュースさん、はい、よろしくお願いします。どなたと対戦しますか。グースさん、よろしくお願いします。さあ、カリン対サクラ、先ほどグースも言っていたように、こちら友達同士のキャラクターです。もうグースカリンはかなりコンボができると言われていますが、どうでしょう、フードさん。そうですね、やっぱまあ、大会で一番優勝してるキャラって、本当に強キャラの一人って言われてるぐらい、まあ、特徴なのがやっぱ画面にコンボの減りがすごいんで、まあ、それができるとなんか一瞬でサクラは倒れると思います。さあまずは波動拳、飛び道具を打って、クリチューコンボ、ジャンプシューピンカーの勝負のスライディング、これがコンボですね。そうですね、非常にリターンが高いグースカリのコンボが今安川とサクラを苦しめます。ラインを前に押し上げているのは左側、赤いキャラクター金髪のグースカリだ。さあ、手間に画面足を打つ苦しい安川、さあしかし一瞬お見事、さらにはブリトリガを発動します。しかしここは投げ、あっという間にラインを折り返し、グースカリ前に出る、ここもコンボが決まる、高級フィニッシュ。ラウンド選手はグースカリン、やっぱこの火力ですよね、コンボ当たった時にこの火力を出せると、もうカリンは、まあ、強いっていうか、まあ、しかもこのコンボを落とさないというコンボ力も光っていいと見えます。練習が楽しいキャラなんですよね、コンボが強いっていうのはね、結構楽しい要素です。さあここを画面端、苦
しいところ、オンサーメジャー玉2が投げでした。ダメージを受けすぎしました。マツーラがこのままサイドボールを奪われる。しっかりコンボを使ってストレート勝利、勝ち取ったのはグースカリング。お見事。もう2戦目は何もできなかったんで、またちょっと僕も練習して LP 上げてから再戦したいなと思いました。